はい、こんにちは。スプレーアートエデンの梅ちゃんです。今日は何ですか、この材料がいっぱいあって。今日は、はい、愛妻弁当の逆って何、男が作るやつって。あー、愛風弁当ですかね。今日は愛風弁当をメロちゃんに作りたいと思います。今日はメロちゃんの大好きなタコスと、メロちゃんの大嫌いな納豆と、ちょっと今ネットで流行ってるチーズハットグを、あー流行ってますよね、結構 YouTube で。3つ混ぜて、まあ美味しいハットグと、はい、大好きな、メロ大好きなタコス、はい、まあ、美味しいのが2個と大嫌いなやつを混ぜたらどうなるのか。材料こんな感じで、まあ料理ねほとんどやったことないんだけど。いっぱいありますね。これ取ってる時メキシコから送ってもらいました。ね、作り方はね超簡単。そぼろみたいなやつを引いて、こんな感じ。この時点でなんかあまり美味しくなさそう。で、サケルチーズ1本入れちゃいましょう。よし、いやもうベロちゃんの大好きな納豆、じゃあ入れます。納豆投下。いや、結構実はうまいかも。こんな感じでこうやって埋めて、はい、おお、はい、それでは準備できたんで、チーズ、肉、納豆、肉の4つ。おお、すごい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 。おお、料理をしないと。あ、普段しないですか。もう料理全然しない、全然。まあでもいけそうですね。うん、完成、完成しました。いやもうどれが納豆かも分かんないです。じゃあロシアンルーレットということで。本当にロシアンルーレット。はい、完成しました。はい、メロちゃんを呼びたいと思います。メロ、はい、早っ。返事早っ。なに、いい匂い、いい匂い、いい匂い。どうどうどう、メロがさ、うん、誕生日近いじゃん。食べてくれたの。そうだよ、やった。いいの食べて。いや、チーズハットグって韓国の料理、伸ばしてチーズを、はい、大丈夫。もともと真ん中ってチーズが、あ、うん、おいしい。で、伸びるかな。伸びんな。伸びない。伸びるやん、伸びる、伸びるやん。あら、端っこから食べ合ってて、どうすんの。うん、いやいや、もうこっち伸びてるからさ。そっからまた伸ばすの。どう、おいしい、成功、イエーイ。じゃあ半分一気にいこう。はい、あー、半分はね、赤っ、匂い、ま、どうですか、ケチャップの匂いかな。もっといや、もっといや、それも伸びるんですか。伸びるよ、奥まで食べて。マジやわ、何を言ったの。何を言ったの。おい、どうした、どうした、どうした。納豆でしょ、納豆じゃない。もう無理だな。ベロ、うん、てってれー。ベロの大好きなタコスと大嫌いな納豆を混ぜたらどっちが勝つか。納豆は絶対嫌だ。ということで、ドッキリ大成功。ドッキリ大成功。チーズのタコスはもう美味しかったけど、納豆はもう絶対ダメ。マジで本当にマジで本当に。最後じゃあ納豆に一言お願いします。あ、納豆は美味しくないです。私にとってね、納豆まずい。食べるにとって納豆まずい。うん、うん、そうです、です。はい、ということで、スプレーアートエデンの梅ちゃんとベロちゃんです。楽しいと思ったらチャンネル登録か、はい、高評価
お願いします。はい、ありがとうございました。アディオス。バイトドス。アミゴス。